アンリ・ドラ・ロシュ・ジャクラン。ショレ美術歴史博物館所蔵。アンリ・ドラ・ロシュ・ジャクランは、フランス革命期の王党派軍人。バンデの反乱カトリック王党軍の指導者の一人。兵士たちからムッシュ・アンリと呼ばれ、親しまれた。フランス西部、バンデの三等バンドボービニエ村から約2キロメートル、離れた、デュルブリエール城で、アンリ・ル・ヨーギュスト・ドラ・ロシュ・ジャクラン公爵の長男として、生まれる。 七人兄弟の二番目。一族の居城、ラ・デュルブリエール城で10歳までを過ごし、11歳から13歳まで、ソレーズ王立軍学校に行って教育を受ける。軍学校を終えると、父親の指揮下にある王立ポーランド騎兵連隊に少尉として配属される。1789年、フランス革命勃発後、父や兄と違い亡命せず、国内に泊まり、 国王の身辺警護していたが、チュイルリ宮殿襲撃事件で、王宮守備隊と共に人民と戦い敗北後、故郷へ脱出する。指名手配を受け潜伏生活を続けて、故郷に戻ったが革命政府の30万徴兵に、不満を爆発させた農民に依頼され1793年4月12日、韓国の声の中、住民たちを率いて、バンテの反乱に参加する。 私が前進するときは、私に続け。私がひるんだら、私を殺せ。私が死んだら、復讐しろ。という有名なセリフで味方を鼓舞した。カトリック王党軍の本拠地である書礼を追われた後、10月20日に、総司令官に就任した。12月ワンスににてとかの準備のため、ストフレト100人の部下を連れてロワール川を渡った際に、 共和国軍のパトロール隊と遭遇したため林に身を隠し本軍と離れる。あと、カトリック王党軍は12月23日サブネにて殲滅。過労うじ脱出した生き残りとともにゲリラ戦を続けたが1794年1月28日に投降を装った共和国兵に撃たれ21歳で戦死。彼を撃った兵士二人はすぐに復讐された。その死は、 戦略上の理由から、しばらくの間伏せられた。遺体が敵軍の手に渡り、恥かしめを受けるのを恐れた味方は、サーベルで顔を潰し総司令官の服を脱がし彼を、撃った共和国兵士と共に、リンゴの木の下埋葬した。22年後の1816年、遺体は、彼の故郷であるサン・トーバンドボビニエ村の教会の、礼拝堂にあるロシュジャクラン家の墓に移され、 父親と二人の弟と共に祀られている。ありがとうございます。